名門の英国ロイヤルバレエ団を退団した熊川哲也さんが日本で自らのバレエ団を創立してから来年1月で25年を迎えます。日本におけるバレエ文化の発展に力を尽くし、今なおその歩みを緩めることはありません。今年は熊川さんが自ら率いる K バレエ東京で眠れる森の美女を新制作、10月上旬から11月上旬まで東京、大阪、福岡で上演します。白鳥の湖、くるみ割り人形とともにチャイコフスキーが作曲した三大バレエの一つで、クラシックバレエの究極とも言われる華麗で豪華な作品を熊川さん自身の手でリメイクする作品群です。しかし会社がこのような取り組みを経営しているバレエカンパニーは世界を見渡しても他にありません。この動画ではビジネスとしてのバレエを成功に導いた事業家としての熊川哲也さんの言葉に焦点を当てて詳しく見ていきます。バレエダンサーとして世界を舞台に活躍し続けてきた熊川哲也さん、英国ロイヤルバレエ団のプリンシパルを経て1999年に自らのバレエ団 K バレエカンパニーを旗揚げしてから来年1月で25年、芸術監督として完全オリジナルの作品を創造し、大手企業を渡り合って興行を成立させ、さらにスクールやオーケストラを運営しながら次世代スターとバレエカルチャーそのものを育成しています。バレエ大国といえばロシアやフランス、イギリスなどが有名です。しかしご存知でしょうか？世界一のバレエ大国は日本であると言われているのです。ある調べでは現在、日本のバレエ人口は約40万人以上いると言われています。これは世界的に見ても多いと言えます。しかし約40万人のバレエ人口を抱えながらも、熊川さんのような著名なバレエダンサーは海外で活躍しています。それはなぜか？それはバレエ文化に対する国家的な待遇が影響しています。1912年、イタリア人指導者が帝国劇場歌劇部のバレエマスターに起用されたのが日本のバレエの始まりと言われています。またロシア革命で日本に亡命したエリアナ・パブロワが1927年鎌倉にスタジオを開いたのが日本最初のバレエ学校と言われます。しかし現在日本でバレエは上品な習い事、趣味として認識されているように思います。まず日本で学業と本気のバレエを両立するのは簡単ではありません。国が認めているバレエ学校はなく、多くのバレエ教室が個人経営です。そのため小さい頃からバレエを始めたとしても中学入学のタイミングでバレエを続けることができなくなるといったケースが多いと言われています。そのため一貫したバレエ教育を日本で受けることは非常に難しいです。しかし長いバレエの歴史を持つフランスやロシアではバレエは国が守るべき芸術として認識されています。そのためそれらの国には国立のバレエ学校があります。国立のバレエ学校には身体が完全に出来上がる10歳前後で入学できます。入学は非常に狭き門ですが、入学すれば国が公認しているバレエカリキュラムに沿って学ぶことができます。バレエ学校で過ごした後は18歳前後でバレエ団の入団試験を受けられます。しかし現状日本では誰でもバレエを教えることができます。海外で指導資格を取得した人が日本で教室を開いていることもありますが、全く資格がない人でも教室を開くことができます。一方海外ではバレエを教えるためには国家資格が必要です。超有名バレエ団のダンサーであったとしてもこの国家資格を持っていなければバレエ教室を開いてバレエを教えることは不可能です。フランスではバレエレッスンではまだまだ発達途中の子どもを指導することが多いため、骨や筋肉の発達を考慮した上でレッスンを行わなければいけません。子どもの体の故障を避けるためこういった知識は必要不可欠です。このことからもバレエに対しての認識が浅い日本から出て熊川さんが成した偉業がいかに卓越した世界であるかが理解できると思います。 K バレエ初期は熊川さんの圧倒的なパフォーマンス、熊川さんが再演出した古典の名作、近年は熊川さんが創作したドラマチックな舞台で日本のバレエ団では最高の人気を集めています。熊川さんが作り出す世界の特色は登場人物の内面を掘り下げた筋の通った物語、美しい振り付け、豪華な衣装や舞台装置など舞台芸術ならではの魅力が満載です。当初熊川さんは主演も務めて全国公演もしたので日本中にバレエファンを増やしました。しかし
一枚看板のリスクは大きかったのです。2007年に熊川さんが海賊の札幌公演中に負傷して長期休演しましたが、公演をやめるわけにはいきません。そこで当時の若手が主役を務めるようになったのです。国営バレエ団がアーティストをサポートする仕組みが確立したヨーロッパ諸国とは違い、バレエ芸術を支えるシステムそのものが存在しなかった日本で、アートとしてのバレエだけではなくビジネスとしてのバレエを成功に導くべく事業家として取り組みを続けてきたのが熊川さんです。僕はずっと完璧という領域を目指して踊り、バレエという芸術と向き合ってきました。そして実際に何度も完璧だと思えるパフォーマンスを経験しています。完璧など存在しないという人もいるけれど、僕に言わせればそれはうまくいかないことに甘えたり夢を諦めたりするための言い訳に過ぎないと、熊川さんが言うようにビジネスの場面でも完璧という領域を知っているかどうかは別にして、目指すものと目指さないものの違いはとても大きいと感じます。その意識の持ちようが売上や成果に顕著に現れるし、次への活力にもつながるからです。そして人間は一度妥協を覚えてしまうと、その途端ずるずると妥協だらけの人生に転落してしまうもの。特にダンサーや芸術監督として結果を出してきた自分のような人間は、ある段階から周りが誰も意見してくれなくなるんです。そんな環境で自分が自分に甘えてしまったらもう終わり、成長も成功もそこまで。だからこそ常に完璧を志向する姿勢が染みついたのかもしれません。熊川さんが一番完璧とは何かを見せたいと叫んだのは、2017年に上演した完全オリジナル作品クレオパトラの時だと言います。絶対に成功させたいという気負いもありました。ただ作品は完璧でも照明がずれたりダンサーが失敗したりしたらもう完璧ではなくなってしまう。自分自身の手から離れたところで誰かに委ねる完璧な領域は実現するのが何倍も大変です。ここまで来るともう熊川さんの世界、一般人にはおよそ理解しがたい領域です。ダンサーであるときはどんなに御託を並べようが、最終的に舞台に立って喝采を浴びるパフォーマンスさえすればそれだけで説得できましたけれど、芸術監督や経営者としてプレイヤーを動かす立場になった今、ダンサーや照明、音響、大道具の技術者だけでなく世代の離れた事務員や幹部たちを動かすにはもう言葉しかない。みんなを説得して動かせる言葉の力がどうしても必要になってくるんです。と言います。熊川さんの言う言葉の力、それは音声言語だけで済むものではないと思います。表情や間合い、声の工程、さまざまな要素が噛み合って説得力を増すのでしょう。コミュニケーション法の講義の中ではよく言われていることです。何かの道を極めて突出した成績を叩き出した人間は振り返れば言葉の宝庫なんです。自身がトップを歩み続ける中で得られたメソッドや考え方が満ち溢れる自信の後ろ盾となり、説得力のある言葉が生まれるわけです。一般的には組織や会社に束縛されなかなか自分の道を極める時間を得ることは難しいでしょう。しかし熊川さんの言葉からはトップでしか味わえない孤独感、挫折感を乗り越えた後の達成感にも似た揺るぎない自信がうかがえます。 K バレエカンパニーの旗揚げから25年経った今、熊川さんは会社として多くの事業を展開しています。プロとして興行する K バレエカンパニー作品の企画、制作、運営、プロデュースはもちろん、次世代ダンサーを発掘するジュニアカンパニーの K バレエユーススクール、そして大人のための趣味バレエなどのスタジオを全国6カ所で運営。さらに踊るための音楽を追求したバレエ専門のオーケストラを所有し、スクールのレッスンでは正社員のピアニストが生伴奏をつけています。会社がこのような取り組みを経営しているバレエカンパニーは世界を見渡しても他にありません。一人のバレエダンサーだった僕がなぜ事業を手掛けて法人化したか、それは時代の熊川哲也を発掘しなければと思ったことが大きいです。僕自身はバレエダンサーとして自分の美学に反していないレベルならずっと舞台に立ち続けたいとは思うけど、いつかは去らなければいけない時が必ず来る。その時にどうやってカンパニーを維持できるかを考えた時、自分のメソッドを叩き込んだ後継者を育てなければと思ったんです。しかし先ほど説明させていただいたように、日本におけるバレエ文化は一部の限られた価値のわかる人間にのみ受容される世界であるようにも思われます。
日本においてバレエは長い間日の目を浴びずにいたお家芸的な芸術でした。国がバレエ団を運営してダンサーを支えるフランスなどに比べて、日本ではその仕組みや土台そのものがない状態だったから、そんな中で僕が率いる K バレエカンパニーは古典作品たすオリジナル作品の創作と上演はもちろん、運営するバレエ学校で次世代のスターダンサーを育て、彼らが輝けるステージと作品を常に用意しながら、バレエに対する観客の意識や文化までをじっくりと耕していく。20年かけて作ってきたこのいいサーキュレーションをうまく潤滑させていけたらと思っています。そんな熊川さんは本年5月に東京観光大使に任命され、東京都庁に小池百合子知事を表敬訪問しました。東京観光大使は東京の魅力を国内外に発信することで東京を訪問しようという意欲を喚起し、来訪者の増加や地域活性化につなげるのが目的で、今年2月に創設され、計14人が委任されています。熊川さんにはインバウンド誘致に向けた東京の芸術文化の魅力発信が期待されています。熊川さんは初めての都庁訪問と言い、興奮しています、と小池氏に語りかけ、このようなお役目をいただき身に余る光栄です。かっこいい東京に世界の方々をお招きしてバレエを東京で披露することにワクワクしています、と大使としての抱負を語りました。実は来年の創立25周年を前に、今年9月1日からバレエ団の名称を K バレエ東京に変更し、東京と関することになったと発表していました。それだけに、この時期に観光大使という役目をいただけたことでさらに邁進していきたいと語ったのです。小池氏は熊川さんの存在を大変心強いと評価。熊川さんは世界各国を回ったが、東京はサブカルチャーやハイカルチャー、ポピュラーカルチャーも全部がミックスされた都市、日本人というマインドはあるが、こんなに魅力的な都市は見たことがないと東京の魅力を説明します。西洋の芸術であるバレエを東京のバレエ団が世界に発信することは結構ハードルが高かったが、ボーダーレスになっている日本のバレエを東京から発信させていただくのは僕にとってやりがいがあること、東京の街のかっこよさを一生懸命発信したいとも話しました。ここまで動画をご覧いただいた皆様の中には、我が国にも歌舞伎、能、狂言などお家芸といえる芸術がたくさんある、今更日本人がバレエに注力するのはいかがなものかと思われる方もいらっしゃると思います。しかし熊川さんが追い求めているのは、日本人の、日本人による、日本人のための新しいバレエの世界だと感じます。今後熊川さんにしか生み出せない新しいバレエが生まれてくることは間違いありません。芸術の秋、世界から絶賛された日本人が作り出す壮大なスケールを持った総合舞台芸術の世界に一度触れてみてはいかがでしょうか。これでお話は終わりです。この動画がなかなか良いと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。